はい、こんにちは、こんばんは、おはよう、せいです。2022年ですね、また婚活ネタ少し今話していこうかなというところで、別にそんなになんかこうかしこまったことではないんですけども、やはりね、業者の方もですね、またオミクロンの、このコロナのね、コロナのオミクロン株のせいで、また集客率とかがですね、実際下がろうとしているところ、オンライン婚活だとか、マッチングアプリとかっていう手法もあると思うんですけども、やはりそのまだね、それがやりたいっていう方ばっかりではないので、アナログ的な、ね、婚活パーティー形式、対面式の方を利用されてる方ってまだまだいらっしゃるというところで、実際視聴者様の方からも、ね、そういうどこどこ参加してきましたっていう報告もね、いただいておりますんで、でその中で、ある方が、カップリングになりましたという報告を受けましたので、23区のね、3区のパーティーの中で、非常におめでたいというところで、まず第1段階突破と、ね、お知り合いという形になりましたと。その後ちょっとね、またね、報告が、ね、いただけるかと思うんですけども、ここからこの知り合いになって次のステップですね、今度は友達レベルになるという作業が発生しますんで、この辺で、何人かいらっしゃる今、婚活、ね、40代の方で、今回、婚活されてる方、パーティー実際行ってる方がいらっしゃるんで、一人でも多く、いいお話がですね、聞けるというのは、すごい嬉しいなというふうに、他人事ではないなというところで、やはり皆さん全員が、そのね、この動画を知っていただいて、たまにね、見ていただいて、役に立ってるかどうか分かりませんけども、役に立つ、立たないは別として、俺の動画を、見ていただいて、少しでもこうね、勇気、諦めてはいけないっていう、いけないっちゃ、諦めて自由なんですけど、頑張ろうかなっていうふうに思っていただけたというのは、非常にありがたいなと、やってきた意味があるかなというところもあって、婚活業者、今、大変なんで、散々ね、メールの方に来るんですよ。ね、オワコンさんだとか、なんとか J とかっていうところとか、ね、あとは、ね、なんとかステージとか、ね、そういうところから、婚活パーティーやりますよみたいな、男性、今なら、ね、1000円引きとかね、2000円オフとかっていうのが、メールが、来てまして、ダイレクトメールですよね。で、それを見て、1回参加はしたことあるんですよ。かなりお安くなるので。で、そこではいい思いはできませんでしたけれども、で、そういう、逆に言えば男の人も集まってないな、ないのはチャンスかなっていうところもあるんですが、もうこれはもう、親ガチャとか、ああいうガチャみたいなところで、婚活ガチャみたいなところで、その時参加されてる女性たちね、の次第、ね、なりますんで、メンバー次第みたいな、ね、ところがあります。ただ、ね、そういうところへ行かないとなかなか出会いがないよっていう方もいらっしゃると思うんで、そこは、本当に運みたいなところもありますから、ね、いろんなペースをダウンさせるとか、行ったことない業者の方へ参加するだとかっていうね、いろんな思いがあると思うんですよ。それはそれで、全然、やることはいいと思いますね。自由ですからね。それは当事者が選んだ選択肢の自由ということになりますんで。で、ここに来て、そういった嬉しい報告もあるんですけども、その業者の今、すごい、参加男性、女性ももちろんなんだけど、これが、なかなか集客につながってないよというので、必死のメールが届いているのが現状なんですね。それを鑑みると、そういう、集客に苦しんでおるんだろうなというところで、でもやっぱり今までのその行いだと思うんですよ、そのね、業者たちの。業者がそんなお客さんの声を、ね、耳を傾けてない、企業努力をしてないがゆえに、男女ともに参加比率が下がってくる。そしてこのオミクロン株だとかコロナの影響で簡単に、もうね、自分たちの経営プランとかね、そういう戦略が崩れてしまうっていうね、もう本当に企業努力だけではないところもあると思うんですけども、結果的には企業努力だと思うんですよ。お客様の声をちゃんと聞いて満足度を高める、顧客満足度というのを高めるということを怠ったがゆえに、集客不足、そして女性無料だとか500円というのをやるがゆえに、それは何て言うかな、短期的にそのドーピングとしてやるのもいいんですけども、これを継続的にこの彼らはやり続けたために、ね、もう
決まった女性しか来ないみたいな現象が今起きてるわけじゃないですか、事実としてね、事実として。だからこれをね、危機的に考えないで、まあなんとなくいつもの女性だけど、まあ来たからいいや、そして男もまあなんかね、わかんないけど、とりあえず男がいっぱい来るしみたいなところで、まあ男の方に、ね、費用を負担させて、パーティーを成立させてきたということもあったわけじゃないですか。1対7の試合もありましたよ。ね、女の人が2人で男の人が4人とかっていう、もう生産たる、男女比率っていうか、まあ、トータル人数でやられたっていうところもあったりして、もうこういうので懲りた方が逆にもう参加しなくなっちゃってるわけじゃないですか。で、なんかね、こう、女性たちもやっぱりそこのね、婚活パーティーとかに行くの恥ずかしいなとか、なんか緊張するなとかっていう方が未だに、新規の方ってすごい思ってるみたいで、なかなかそこへえいやって飛び込むのが難しいから、アプリの方で、からやってみようかなっていう方とか、あとはその自治体とかでやっている相談所みたいなのがあるんで、そこへ登録しているって方も実際いらっしゃいますので、パーティーだけではなくそちらの方をやってみるっていうのも一つの手かなというところですね。自分はもうそこ大会してますので、まあ、某団体のせいで、利用ができなくなっちゃってるというところもあったりするんですけど、自分の方ね。まあ、もう今は必要ないですけども。あとは NPO 系の、相談所っていうのがありますんで、どうしても財布ですね。お財布事情苦しい方とか、そこまでね、相談所って信用できねえよっていう方は、そういうリーズナブルな、ところがありますので、まあ、調べて、ぜひ行っていただくと。まあ、今、オミクロン株のね、まだコロナが完全に明けてないので、やってないところもありますんでね、パーティーも開催してませんよっていう、そういう相談所すら開けてませんよっていうところもあったり、まあ、オンラインだったらやりますよっていうところもあったりするので、まあ、その辺は調べて、行かれた方がいいんじゃないかなというところです。これはもう、もう利用は全然全部白紙になってますんで、いいんですけども、まあでもね、少しでも今パーティー、そのね、集客が今苦しい現状ではあるよと。これがまだまだちょっと続くんじゃねえかなというところで、ただね、一強になっ、今何社もその、婚活業者があって、ほぼ一強になってるわけじゃないですか。PTPT の方だけが、特別になんかこうね、集客も良くて、ただ質は別よ。質は別として、まあ、集客だけは相変わらずナンバーワンだなと。で、その中で目利きのね、銀次さんたちがいっぱいいらっしゃるのでね、それはなかなか成立しないけど、その視聴、この少ない視聴者様の中で、ね、1名、カップリングになった方がいますので、だから、あながち 0% ではないと。必ずあなたにも、チャンスはあると。これは本当、巡り合わせというところになりますね。あとは女性側の考え方が変わってくれると。今までの自分が考えている、そのね、望んでいる希望を少しこう、上限を緩めて、そして、まあ、この方だったら、なんか喋ってみたいなとかっていうふうに思って、くれるとなればな、くれるようになれば、多少またチャンスも巡ってきますんで、それもまた一つの縁という形になりますんで、その女性がいけないとか男性がいけないとかじゃなくて、その時その時また1年経つと変わるわけですよ。だって若い頃の条件と年取ってからの条件って随分緩みが違うと思いませんか。特に男の人からすると、男だったらほら若くて綺麗でスタイルが良くてっていう ね、これだけじゃないですか。これが年齢が今度上がるとともに、もう ね、その容姿っていうのもなかなか難しくなってくるよっていう、体型はじゃあもうちょっとぽっちゃりでもいいよとか、ね、年齢はもうね、若いのは無理だから、じゃあ40代50代にしようとかっていう風にね、条件も緩くなってくるんですよ。だからそれを、だからその相手もね、相手もいることなので、この婚活っていうのは。そこで緩められればいいんですけども、緩まってない方といくらあったところで、何もね、生まれませんので、まあ拒絶されるだけというね。まあ、早くだからその青い鳥症候群の女性たちも、もうあなたが今やってることは全部間違ってるんですよと。だから誰もパートナーができてないんですよっていうところに初めて気づいていただけると、もうちょっとこう男女ともに交流ができるのかなと。で、意外とそのね、今まで自分が条件をきつめにしていたけど、なんか緩めて知り合ってみたら全然なんか大した問題じゃなかったんだなということに気づくこともあると思うんですね。またそれはちょっと別の動画で話したいと思いますんで、まあ今
カップリングになった視聴者様のね、ある方、おめでとうございます、本当に。拙いコメントでお祝いをさせていただきましたが、これ大前進なんで、そういう23区で PTPT でカップリングになると、俺は一回もなったことありませんので、なったことというのは非常に誇りに思っていただいていいことだと俺は思ってますんで、だからそれが自信につながるわけですよ。俺は選ばれたんだと。だそこが大事なんですよ。自信のない男性って結構下向きがちだよねってなっちゃうんで、そうするとこの人ってなんか、なんだろう、胸張って生きてないなみたいな、じゃないけど、そういうイメージみたいな、イメージの今度明暗を分けてくるわけじゃないですから、やっぱり自信を持って顔上げてる、ね、男性とそうじゃない男性だったらどっちを女性が選ぶかなって言ったら、やっぱりそこにつながってきますんで、一つ一つのやっぱり努力がね、報われて、なんか手応えがあると男って単純ですから、やっぱりよしやってみようってなるわけですよ。だからじゃあカップリングならなくても、そういうね、髪型を変えてみようとか服装を変えてみたと、そしたらいいねっていうかね、その高評価がもらえたと。今までゼロだったのが1個になったとか、1個しかもらえてないのが3個もらえたよとかってなったら、またそれも一つの前進になりますんで、そこはだから後ろ向きに考えないでいただいて、まず一個一個一気に成功しようっていうのは無理なので、一つ一つ自分自身が手応えを感じて、成功につなげるというか、まあ、成功というか、そのまずカップリングになることにつなげていくということをやられた方がいいんじゃないかなというふうに思います。必ずこの世の中で、ね、あなた自身を必要とされる、ね、必要としている方は待ってますんで、それをね、夢を、夢っていうか希望というか、それを捨てないで、頑張っていただけたらいいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。じゃあ。